兄弟アイドルの陰り平野耀の弟陸、姿正気の弟スゴー荒木も苦戦の兆し。日本のエンターテインメント界では兄弟が同じ舞台に登場することは珍しくありません。しかし、兄弟の七光りが成功につながるかは必ずしも保証されていません。 今回、元キングプリンスへの平野耀の弟である陸がファーストシングルで CD デビューするものの、その反応は芳しくないようです。同様に、姿正気の弟スゴア荒木や竹内涼誠の弟竹内優衣とも苦戦しているとの報告があります。この現象について、兄弟アイドルの光と影を探ります。平野耀の弟陸へのデビューに対する反応。 リクこと平野ノリクがファーストシングル、ダウトイットで CD デビューすることが発表され、注目を集めました。平野家の次男として生まれ、兄とのダンスユニット結成やアパレルブランドの立ち上げなど、兄仕様とのつながりも公にされました。しかし、ネット上では肯定的な反応よりも批判的な声が目立っています。ネットユーザーたちの一部は、 兄弟よりが逆にファン離れを招く可能性について言及しています。兄弟関係を強調することで兄との比較を避けることが難しくなり、ファンからは独自の魅力を見出すのが難しくなるとの意見もあります。一方で、親の七光りがある場合と比べると、親の成功が加わることで逆に成功の道が開ける可能性もあると指摘されています。 兄弟同士が助け合い、互いに切磋琢磨することで、成功のイメージが構築されることが期待されます。他の兄弟アイドルの事例、リクードカーでなく、姿正規の弟であるスゴアラキや竹内涼誠の弟で、歌手モデルの竹内優衣とも同様の苦境に立たされているようです。 竹内姉弟は先月揃ってテレビ番組に出演し話題となりましたが、それでも成功への道は容易ではありませんでした。江本明を父に持つ江本優と時生、千葉正和を父に持つ神殿神剣優と誠栄えたゴーなど、親が成功した場合も同様に兄弟同士が成功を目指す中で様々な困難が待ち受けています。 兄弟アイドルの成功と失敗の要因。成功例として挙げられるのは、エモトユーとトキセのように親の成功がプラスになるケースです。兄弟がお互いに尊敬し合い、助け合いながら成長することで、見る側にとっても信頼度が高まり、成功につながることがあります。 しかし、兄だけの成功に頼る場合、兄との比較が避けられないため、独自のアイデンティティを築くことが難しくなります。兄弟アイドルが成功するかどうかは、個々の才能や努力だけでなく、ファンとのコミュニケーションや独自の魅力をどれだけアピールできるかも大きな要因です。 特に、親や兄の成功がプレッシャーとなり、逆に成功へのハードルが上がる場合もあるため、慎重な戦略が求められます。ファンの反応と今後の展望。ネット上での反応が賛否両論であることを考えると、陸羽がどれだけの成功を収めるかは不透明です。 一部のファンからは兄との関連性がポジティブに捉えられている一方で、他のファンはその関係性を逆手に取り、独自の活動を期待しているようです。リクへの CD 初動売り上げが注目される中、今後は彼が兄との比較を超え、独自のファンベースを築いていくかが鍵となります。また、他の兄弟アイドルたちも同様に、 ファンとのコミュニケーションや個性の発揮が成功への鍵を握るでしょう。兄弟アイドルの世界は成功と失敗が入り混じった厳しい舞台であることが明らかになりました。親の成功がプラスになる場合もあれば、逆に兄弟の関連性がハードルとなり、成功に向けての障害となることもあります。 陸王よ他の兄弟アイドルたちが成功するためには、個々の魅力を十分に発揮し、ファンとのコミュニケーションを大切にすることが不可欠です。今後の動向が注目される中、彼らがどのようにファンとの絆を深め、独自の道を切り開いていくか、ファンたちは期待と注目を寄せていることでしょう。